はい、数日前から始めていたポケポケ。はい、こちら回していきたいと思います。なんかいいの出ないかな。もうね、移り気な感じでいろいろやってるんですけど、まずピカチュウ開けちゃおうかな。統一した方が安いのかな。聞いてたけど、もう数日でなんか補正でも入ったんかしら。僕に言ってたんですね。じゃあいっか、これで。はい、財布。おぉ。ランセル。普段に全然集まる。あらまい、これかわいい。別なのないんだよな。こんな感じね。いっぱいポップなやつもね、溜まってきてるから、やってみてもいいかもしれない。え、じゃあミュウツーでなんか強いの欲しいから。何？ポイント交換でもできるの？これを使ってやってみようか。パック開封を10個。裏返しちゃうと、なんか、裏返したやつが出てくる。ガラガラでした。聞こえる？ガラガラ EX。ガラガラ、あ、これ新しい。したい。え？何？ 10 パック開封とかある？ 10 パック開封ってできるの？他もあった？あ、10パック開封ができる。え、10パック？あ、砂みたいなのが溜まってるからってこと？え、そしたらちょっと待って、ピカチュウがまず欲しいの。ちゃう。え、本当に？え、すごい。10パックも開封したら、すごい。ワウワウ、緑いいな。ワウワウ、浮いたな。スリーパー、ヒーローラン、ですよ。
なるほどね。ということで、リザードの竹炭を見つけしまったので、もうレベルがアップした。ミッションはまた？ちょこちょこ出てるポケモンチェックしたくてね。で、リザードの1パック開けたいんだよね。51しかないもんね。よし、開けるって言ってたから開けよう。え、何にしよう。あっ、後ろがあった。1個だけ。あ、2個ある。じゃあこっち側にしよう。これモンスター。
らしい。なるほどね、なるほど。あ、でも面白いな。お、プロモカードパックゲット。これ1日1個もらえるっぽいから開けてみよう。バトルもね、練習して頑張っていきたいと思います。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、うりむちえさんでした。